1972年の太陽ホエールズでは、1972年の太陽ホエールズの動向をまとめる。この年の太陽ホエールズは、ベッドをオる監督の5年目のシーズンである。アメリカからクリート・ボイヤーとジョン・シピンの新外国人コンビが入団、ロッテから江藤新一をトレードし打線を強化したものの、チーム防御率1位の前年から一転し、 先発投手陣が脆弱化したことからチーム成績は低迷する。そんな中、阪神、広島と監督途中交代が連続、対応でも8月31日より、別当監督が優勝が絶望的になったとして休養し、青田昇ヘッドコーチが監督代行となるが、青田代行はいきなり7連敗し、9月23日まで1勝14敗2分と低迷した。 翌24日からは、宮崎強二軍監督が、代行監督の代行となり、結局5位で終わった。シーズン終了後、別当監督は戻らずにそのまま広島の新監督へ、就任、対応の新監督には、青田ヘッドコーチが昇格した。チームは優勝の巨人に13勝13敗、3位、中日に14勝11敗1分と勝ち越すも それ以外への取りこぼしも目立った。野村治外籍した先発投手陣は平松正治の球位が低下し、坂井勝次山下律夫の活躍こそあったものの、前年活躍した小谷正勝と鬼頭よも成績を落としたことから、チーム防御率3.66はリーグ5位で27関東はリーグ再開。一方で、ボイヤーシッピン、 エとなど、新加入のスラッガーが主軸となったことで、打撃陣は優勝の巨人に次ぐ2位の135、本塁打を放ったが、44盗塁はリーグ再開で、チグハグさが目立った。ありがとうございます。